Flaming hair, fully rage! 次はお前らか。ルフィ、目覚めたか？ Yo, he's back! ここらが潮時か。ついに本気のカイドウが立ちはだかる。ゾロ、悔いなし。ルフィと親分、師弟の絆。気合だ。うわあ！そしたら気力の限界まで暴れて、今度こそ死んじまう。いや。諦めるな、若えの。気をしっかり持て。タヌキさんだってその苦痛に耐えながら薬作ってくれてんだ。Yes. Oh my God. It's so cool. そのお姿は。ここはこのジジイに任せておけ。侍の意地。今こそ見せる時よ。あいつらの後ろに後退があるのに、守りが鉄壁で越えられねえ。泣き言言って助けてくれる上司じゃねえだろ。とにかく、Even if you win, タヌキをぶっ殺して、ドレーク、あの裏切り者が、いいものぶってんじゃねえぞ。じゃあ、ワノ、伝説の大親分。花のヒョウゴロウ。ヒョウゴロウのフラワー。化け物級が二人。あれでは全くあのタヌキに近づけぬ。武者震いか。大親分、大丈夫ですか？ああ、だいぶ精神力には自信がある。カイウイルスに触れたせいで命の限界まで力を引き出されちまったようだ。くなる上は。うおう。引き換えの。この最後の力でキャツラ主力を全員切り倒してくれる。どうやら俺はもう長くねえようだ。もしタヌキさんの薬が間に合わず、俺が氷鬼に迷わず俺の息の根を止めろ。さもなくば俺はおめえらも広場にいる全員を殺すことになる。だが、もし氷鬼になったら止められないのは確か。何が伝説？時代遅れの剣だろ。おいぼれ、覚悟。花の一刀流。同発。うわ。後輩。Flaming hair, fully rage. Yo, he's a national treasure. One time, man. Now, then. 力の有り余ってたあの時代に、カイドウに挑んでたらってよ。時々考え。だが、キエモンたちは見事に討ち入れを果たしたぞ。それに
俺にも面白い弟子ができたんだ。腹の人、お前さんはこんなもんじゃねえ。もっと、もっと強くなる。窮地にこそ、力は開花する。Can you pass me tissue? 勝とうぜ、カイドウに。任せろ、カイドウをぶっ飛ばしてやる。あの言葉に一切の嘘もおごりもねえ。竜王を己が者とし強さを極め。You will be left with the sense, please say so. 見ていろ、おでん。あの国にはきっと夜明けがやってくる。This time he's not gonna die. He's... That means Tufi can also transform into...Like bigger? 大丈夫か？ゾロ。次はお前らか。楽しませろよ。うわ！ What the heck is that?That's my Zoro! Eh? No? Okay. Shambles! Oi! Suru ja nee yo!Don't get in his way, Len Len. Yo, he's back! That's it! Wappa domo!With his rank, he probably should have fight with... Yeah, Queen. King. But it's right here! Queen. Queen.衝撃破かこの野郎。アマライたちに手出すのは俺の首取ってからだよい。やばな。OK, good to know.なんだ？あそこにいるのはマルコじゃん。ずいぶん疲れてるよ。エロリン。俺で試す。I know it. 二人とも、俺の様子をよく観察しててくれ。味は改良の余地あり。熱は薬の効果の現れだ。じきに楽に。
It works. 助けてくれ。大夜分は大夜分、青い炎をもらってないんだよ。この化け物。This exhausted man is not good. Look at that eye. It's not your food anymore. It's his only now. No. Come back. We will see the day of the country together.そうさな、おめえの言う通りだ。ここらが潮時か。No! No! No! Please! No! No! 遅れたようだ。囚われ、死ぬのを待つ時だった俺が。だが、これ以上はおめえらの命を危険にさらすだけ。目を押し付けてすまねえ。よろしく頼む。あとは頼んだ。お前たち。この人生に悔いはなし。I don't know what I will do if he truly died. The antidote has already found. I don't... Amada! Oh. But really, if he does not die, he's going to add depth to his character. And he's going to be my favorite character as well. Hyogoro Yabun is really awesome. I cannot only imagine how it's like if all of these shogun of the old days are still exist now. They're going to be so tough just like him.Okay, I guess I'll end this video now and let's get into the next episode.